実は今度君たちが通った校舎が取り壊されることになりました。最後に見に来ませんか？子だからね。よし、抱きしめてもらっていいかな。はい。仕事は大丈夫なの？うん、病院電話したらいい機会だからちょっと休めって。有給全然消化できてなかったから。松本、先生帰ってきてるんなら連絡くらいしなさい。本当にあったわ。もうあれ、もしかしてまだやってるんですか？悪い？悪くはないですけどあらいや違います。友達です。本当？本当ですよ。小林と申します。高校で担任をしていた矢田部です。いつも松本がお世話になっている。やめてよ先生どうしました？なんか東京の松本君とは違うのかなどんなやつなんですか東京では？いつもニコニコしててすごく聞き上手で、気がついたらいつも自分のことばっかり聞いてもらっててあ、のんきで不器用なんですよ、今も昔も。だからこんなことになっちゃうんです。こんなこと？17年経ってやっと気づいたんですよ、このまんまじゃやっていけないって。あいつは多分広瀬亜紀さんの骨を巻きに帰ってきたんですよ。広瀬は？何ですか急に。まだ一緒なんでしょ？ブランド見せてやりなさいよ。あんたいつもここで見てたよね。広瀬はいつも走ってて、広瀬の最後の走った日のこと覚えてる？忘れるわけがなかった。17年前、1987年7月19日、12秒91、秋が走った最後の日。
デレデレしてんじゃねえよ。私は寂しいよ、お前さん。やめてよ。何さ、アキちゃん、アキちゃんってさ。おいおい、早い。よし、レッツゴー。これで、うまっ。鈴木、関、ヌリア、カナダ、ヒロセ。大丈夫。矢田部何聞かれてたの？あ、鼻血どうしたのかって。鼻血？うん。古文の試験の時は。はい、終わり。後ろから集めて。あ、ひどい。あき鼻栓してんだもん。保健室行けばよかったの。負けたくなかったの。話に。なんで今日班ないの。試験休みだからじゃない。どうしようか、お昼。やっちゃん大丈夫。うっそ。よしの勝ち。いいよ。よいろこけまじんども。知ってんなら教えてよ。え、声かけたよね、龍之介。聞こえなかったんじゃないの。あきちゃんと一緒だったし。って言ってねえだろ。たこ焼き2つ。2つも食べんの。え、さくの分も。あ、そっか。おごるよ。いいよ。いいって。でも悪いし。いいよ、いいよ。ああ、もうかゆいんだよ、お前ら。出すよ。いい。いいって、大丈夫。お前よく食うな。午後から練習だもん。え、朝もやってなかった。うん、もうすぐ県予選だから。ほら、暇だったらあんたら見に来てよ。おめえ見るほど暇じゃねえんだよ。あんたに言ってません。月ちゃんが行くわけねえだろなあ。いつ。ええ、いつ。終業式の前の日。おさんもいっぱい。なんで行くんだよ、スケちゃん。どうしてだよ。なんかあったの。別に。だって式とか会とか名の付く行事には出ないんじゃなかったの。いいじゃない、たまには。ね、避けやがって。お前らもかよ。そうかい、そうなのかよ。違うって。違うの。だったら好きって言ってみなさいよ。今さらそんな。そんなこと言われたこと一度もないわよ。俺とお前の仲じゃない。じゃあちゃんと言ってみなさいよ。え、はい、やん。愛してる。夜空に消えてく星の